あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。前回の終わりにマダムテイラーのところに服が追加されたっていう風に出てたんで、今回はここで服を買おうかと。服を作るならオーダー、一覧を見るならカタログを選ぶだわさ。オーダー、今着ているのは兵士の服だね。どの服を作るだわさ。服ってさ、なんか効果があるんかな。あー、なんかあるね。で、今これが作れるわけだ。コキリ族の衣装。コキリ族の衣装は矢を3方向に放てるようになる服だわさ。すげえすげえ。これ1個だけやろ、とりあえず作れるのは。甘いキノコがいるんやね、次。なるほど。うん。ん？これも作れる。大爆弾の服は爆弾の性能がアップする服だわさ。まあ、とりあえず順番にやっていこうか。まあ、順番というか、どれが順番かよくわからんけど、コキリ族の衣装で。ほい、これでいい。ちょっと待ってな。とっておきのを作ってやるだわさ。どんな音なん？エクセレントマダム。完璧な仕上がりだわさ。何ぼーっとしてんだい。さっさとフィッティングで着替えてくるだわさ。コキリ族の衣装。ほい。これはこれでおなじみな感じよね。あらん、かわいいコキリさん。私の心も射抜かれちゃった感じ？うん、うるさい。これで。なにこれ？あ、お店できとるよ、お店。おいらっしゃい、その姿、兄ちゃん、勇者様だろ。前までここ女の子がおったとこよね。ん？でもどこかで見たことあるような。まあいいや。おいちゃんはさすらいの露天商。ブツで困ったことがあれば立ち寄ってくれや。いいもん揃えてるからさ。これ甘いキノコやない？あれやね、なんか。別にクエストというか、ダンジョンに行って取ってこなくってもできるということか。まあでもダンジョン行くけどね。ってことで次は、どこかな？やっぱどんどん難易度上がっていくけんね、難しいよね。マネビトを連れて出発するか。出発します。では、マネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリオ、サリートヒオ。イーナンアゴマサリートヒオ。キーイ。へえ。さあ、旅立つぜ。旅立つぜ、てめえら。はい。行くよ。ほい。ということで次は森林エリアの4コース4、森の神殿。コキリ族の衣装で行きます。これでちょっと絵面が変わるかな。森の神殿1。おお、なんか変わった変わった、かっこいい。ってことでよいしょ。あ、そっかそっか、その前にまずは、はい、爆弾。あ、爆弾にしちゃったよ。コキリ族の衣装だからさ、弓矢の方が良かったんじゃん。矢を3方向に撃てる服を着て爆弾を手に入れるっていうわけのわからないことをしてしまったんだけど、最悪だわ。入れ替えとかできんよね。できなさげ。うん、できんね。ん？ここなんか、一箇所炎ついてないよ。爆弾でなんかできる？あ、間違えた。これで、火つく？つかねえわ。関係なかったかな。このドクロもなんか懐かしい感じやね。私最初の方で言ったんかな。最初の方で言ったかどうか忘れたけど、私は昔、スーファミのさ、なんだっけ、神々のなんちゃらかんちゃらみたいな。あれ、やっぱりここ炎つけんといかんやん。あ、あれじゃない？赤だ、赤。赤の子だ。赤の子だから、ポイって投げて、これで、こうだ。
ほら、かっちいい。超かっちいいぜ。ん、これで抜けれるってことかな。でもなんか扉開いたような音しなかったけど。あ、あっこもだ。なるほど。で、赤の子が一番上にならないとダメだから、こういうことだね。オッケーオッケー。へい。てか、この辺のさ、ゼルダのさ、おなじみの音じゃないじゃん。タラララララン、みたいな。なんかそんな音楽鳴るやん。それにしてほしいよね。なんか開いた感がないやん。扉が開いた感。あ、これはもしかしてハートがいっぱいやけん、ルピーが出ようかな。お、キラキラー。いや、こいつらは何？何事？どうすればいいんやろ？やっつけれるんかな、これ。ちょっと待ってね。でもとりあえずなんか押せんかったら、あの扉が開かないということなんだよね。あ、あ、そういうことか。なるほど、そういうやっつけ方ね。おお、すげえすげえ。ほらほら。ああ、やべえ。違くって。これあれやね、個数が減ってくるほど難しいね。タイミングが。あ、また。へい、これで。オッケー。鍵ゲット。これで、コース1クリア。コース1クリア。よし、行くぜ。んで、次コース2ね。森の神殿に。あ、これはまたあれじゃない？モンスター出てくる系の。あ、待って。あれだ。トーテムじゃないとダメなやつだ。これね。ちょーい、待ってね。ちょっと今、わけわかんない感じになってっから。超怖いんだけど。はい、乗せた。乗せた。乗せた。んで、スピード速くね。ちょっと待ってね。これで、あー、ダメだ。いや、スピード超速いからね。どの辺？この辺で止まる？一回間違えたし。あっと、あー、やべえ、崩れたー。これで、あー、やべえ、爆発しちゃった。あー、今弓矢だから、ちょっとこの上のやつらやっつけとこう。やっつけれるの、これ。ちょっと待って。あ、もしかして目を狙わんとあかんタイプのやつかな。ちょっと待ってね。うん、多分目を狙わんとあかんタイプのやつやな、これ。だから、あれ、いけんくね？これでいいんかな。あれ？あ、もしかして段が多い？段が多いんじゃね？ちょっと待ってね。緑にして。これで多分いけるでしょ。あ、目とかじゃなくってってことかな。ほいほいほい。え？キモ。気持ち悪いよ。あれ？やっぱり目かな？あ、キモい。なんか動きがキモい。超絶キモい。ほんで、次。何、どこに移んの？へいへい。その足が嫌。へい、行った。行ったよ。行って、はい、次、赤。あれ？違う、赤じゃねえわ。はい。あ、乗せれない。乗せれない。あ、弾かれた。
にゃダメダメダメ、正面に回っちゃダメだねって言いながら正面に回るやつ、ダメだ、距離がつかめない。あ、これで、はい、次はどこ、なんか周辺にいるいる、ダメだ、あ、乗った乗った乗った、で、こっち側にもいるわけね、はい、あー、避けないで避けないで、今のいけると思った、これで、あー、ちょっと通り過ぎ、はい、これで、いったぜ、おっしゃ、いった、やっといった、はい、これで、これで、はい、トーテムトーテムートーテムトーテムー、んーで、ちょっとこの辺ハートを集めとかないと危ないよ、ルピーか、ルピーは別にそこまで、まああったらあったでいいんだけど、ちょっと待ってね、なんか急激に平和の音楽になるよね、この辺。はい、これで。さあ、行こう。次が何？次が、ステージ3。はい、森の神殿さん。おー、なんかめっちゃ、矢が飛び出してくる。え、ここ。待って、タイミング測るのむずくね？いや、待ってよ待ってよ、怖いよ、え、これめっちゃダメージ受けるやつじゃん、え、かぶ、あー、いけた、ふうふう、びっくりびっくり、怖い怖い怖い、え、これ何、あ、これ、これはちょっと待って。爆弾いるかな？間違えた、落としたわ。爆弾落としたわ。うっ！やべえ。あ、ハート、ハートが落ちていった。ボタン。ボタン操作をミスるぜ。やばいね、これ。どうやったらいいんだ？これじゃなくって、こう。で、割れる？違うんだ。こういうこと？で、そうなんだよ、やばいんだよ、やばいのは分かってんだけどさ、あ、こういうことだ、はい、火つきました、あ、火ついて、これあれだ、ちょっと待って、自分緑になるじゃん、自分緑になって、で、こういうことだよ、あれ、ちょい待って、自分で自分を追い込んだやつ、やべえ、妖精さん、森の神殿さん、森の神殿さん、ほい、行くぜ、そこで炎の矢に変わった、あ、行けた、ヒュー、いい感じ、んーで、んーで、ここで爆弾を持たせた、違う、持たせるんじゃなくてこうだ、へい、で持って次、違う、投げ捨てた、この辺で、からの、からの赤がいるんだよ、赤が、
赤の子がいるからちょっとポイッと。あう、あう、赤さんがいる。でこうだ。へい。さあ橋ができた。う、さあみんな行こうぞ。またかよ、厳しいな。ちょい待ってね、ちょいそこ壊して、であのちょい確保するじゃん道を。うっ、はい行くよ。で行って、怖い。あー、やべえ、ちょい待って、はっ、やばいよ、体力やばいよ、怖い怖い。これで、これであのちょっとこう爆弾でその辺の壺を壊します。ダメだ、全然壊れてない。ちょっと遠くに飛んじゃうのかなってことは、ちょっと普通に間違えた。壺壊して、え、ないし。はい、この子上に立ちました。あ、ハート、ハートを集め、ちょっと待って、マジですか、何それ何それ、何そのリスク、怖っ。これ以上はいけないのね。マジ何そのリスク、え、怖すぎでしょ。はい行くよ。違う、トーテムだよ。え、待って待って待って、トーテムっていうか、あ、これ掴めるじゃん。何それ、掴めるじゃん。ちょっと待って、あんたも上に乗っとき、乗っといて、ほら。ほらほら。ほらほら、しかもハートもちゃんと拾えるっていう。何をしたかったの、私。ね。ほら、これで。これで。ちょい待ってね。はい、はまった。これで、はい、いけた。森の神殿4。4。いや違う、4じゃなくてさ、体力、体力。赤、赤が弓矢だ。下に降りたら何かが起こる。とりあえずちょっと爆弾、爆弾で岩を壊したら敵が現れるとか、そういうやつ、なんか現れそう。ハート、マジで回復できるん？え、なに、回復エリアですか、ここは。うー、敵かと思った。え、敵いなくね、どうなんこれ。これを壊したら敵が現れる？いや、現れねえ、全く現れないけど。え、現れないよ、大丈夫？何かが開いた音が。ほら、ハートも回復して。んーで、はい、青もあ、これで3人。なるほど、そういうことか。
3人が降りたらメダマーゴ。え、今まで名前とか出んかったことない？まさかのですか。で、あれだね、アッコが閉じた時に爆弾をはめる。え、待って、これさ、あれじゃね。え、あ、アッコの中に入れるんだ。あの真ん中のでっかい穴に入れる。絶対そう。ほら、アッコに入れる。え、てか、あんなとこ届かんくね？ちょっと待ってね。二段重ねだ、多分。あ、二段重ねだはいいんやけど、あの子じゃない。あの子じゃなくって、こっちの子だ。じゃないと、あの子弓矢だ。この子で遠くまで届くようになる。とりあえず、多分掴んだ。多分倒し方は掴んだ。から、あとはそれを実行するだけ。ほら。こういうことだよ。そういうこと、そういうこと。うわ、目玉出てきたんだけど。あ、これで。あの目玉も？あの目玉も攻撃できる？できねえ。タイミングかな。だって絶対あの目玉弱点な感じするもん。だってあの中に目玉がしまわれとるってことやろ？出てきた時に弓矢かな、もしかして。あそこで弓矢ってことな気がするんだけど。でもなんかわざわざ入れ替えれない。赤が向こうに。てか赤と組めばいいってことかな。とりあえず赤がこう。こういうことか。これで上が爆弾で下が弓矢っていういい感じの組み合わせになったんじゃない？で、この後、青と入れ替えて、で、ここで弓矢。あ、ほらほら。そういうことだ。そういうことだわ。ほら。で、あいつは別に狙いを定めてくるわけじゃないから、結構こう、避けて、こっちを上にして、で、ほら、目玉に狙いを定めて、こう、で、次。あれ？やっつけた？違う。待って、顔ができた。顔ができた。顔ができたっていうか。今度はもしかして狙い定めてくるとかないよね。あ、ない。別にない。違う。赤にしたかったの。赤にして、こっち持ち上げて、で、青。で、こっち持ち上げて、で、ほら。あいつは爆弾ではできないの？あ、できるできる。まあ、でも弓矢の方が効率はいい感じか。とりあえずもう爆弾だけに絞った方がいいかな。なんか動きがめちゃくちゃになるっていうか。入れ替えて入れ替えてがちょっと難しい。お、なんか動きが。ほら。これで。あー。ちょっと距離を置いとく。これでまた目玉が出てくるけん、そこを見計らってのこれ。ほい、これ2回は当たるか。1回か。あー、1回で終わっちゃった。長期戦になるんかな。いやー、でもいけるか。上に行きそう。ほら、なんとなくさ、さっきまで追ったような場所に行くよね。へいへいへい。爆発しろ。えい。んで、なんかあのさ、間の時間にやろうと思うんやけどさ、頭が追いつかんのやけど。あの爆弾が爆発するまでの時間に弓矢を一番上にしようと思うんだけど、一旦バラバラに解体せんといかんやん、トーテム。でもそれやりよったら時間がなくなるよね。これ近づかんかったら。あー、待って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 。ダメじゃん。ちょい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 。ほいほい。ちょっ
バラバラ。バラバラだぜ。へい。もろに入ったね。はい。これ何個も置いとけばいいんじゃない？ほら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 。ね。別にあれだけにしとく意味がそんなにない。てかこれで赤にして、赤で、どんどん弓矢で。うーんって怖い怖い怖い。てか鳥肌立った、鳥肌立った。キモいー。え、なにこいつ攻撃できないんだけど。え、もしかしてあれ ?2 段じゃないとできんくなっとる今。なんかその可能性ありそう。ちょっと待ってね。あれ？あ、ほらほらほら。2段だ、2段だ。なんでか知んないけど2段だ。で、最終かな？ 3 段？ちょい、どこ行く？ちょ、当たんね。いやー、ゲージが。どっちだ？お、やっぱ3段だ、今度は。最後3段だ。うう。何あれ？あの、弾む力がアップしたってこと？あの、弾んでさ、上に行く力というか、バウンド力がアップしたということかな。てか、素早いんだわ。素早いんだわ。ねえ、なかなか当たんねえ。また2段になったし。へい、やっつけた。このね、最後のね、大量のルピーをいつも取れないの。いつもね、すごい拾い集めたいんだけどね。いじめかっていうぐらいの多さ。これこれこれ。扉が開く時の音。もうゼルダといえばこの音だよね。タラララララーンってやつ。さーて。やっとクリアだぜ。今回のボスも手強かった。へい。これで。次は？プリン族の首飾りを手に入れた。ん？プリン？ブリン族？あれ？まだ何かあるぞ。お、なになに？レディーメガネを手に入れた。ん？これ魔女がつけとったのと同じじゃない？違う？お、あとの2つは一緒か。引きがいいね。森の神殿クリア！イエーイ。新しいエリアがオープンしました。マダムテイラーに服が追加されました。お、また服が追加されたってことで、まあ、今回はこの辺でまた終わっておきます。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。次はまた服を買いに行くところからかな。